オムニコードオムニコードは1981年に日本の鈴木楽器製作所が発表した電子楽器。ストラムプレートと呼ばれる細長い金属板とメジャー、マイナー、ディミニッシュのボタンが特徴となっている。基本的な演奏方法はコードのボタンを押さえながら弦楽器をつまびくように指かピックで板を撫でるように触るというものである。オムニコードはそれ以前に 鈴木楽器製作所が開発していたトロニコードを技術的に継承したもので、技術面でも機能面でも両者には共通性がある。オムニコードにはテンポを調節できるプリセットされたリズム機能がついていることが多く、演奏者はこれを伴奏に用いることができる。モデルによっては MIDI 接続、タッチプレートによる音色の選択、ビブラートやサステイン、 コードの記録などの機能が追加されている。オムニコード奏者の中には、ショルダーキーボードと同様に、ストラップを両端につけ、エレクトリックギターのように演奏するものもいる。もともと、オートハープに代わるものとしてデザインされた楽器であったが、ユニークなチャイムのような音色と、キッチュなオブジェとしての魅力から、オムニコードはそれ自体が独立した楽器として、人気を集めるようになってきた。 鈴木楽器製作所は現在もオムニコードを製造しているが商品名は旧コードに改名されている。旧コードはオリジナルのオムニコードの特徴をよりモダンに更新している。ありがとうございます。